はい、皆さんこんにちは、ザッピーです。自分のまたまた雑感なんですけれども、ジョン・レノンがですね、インタビューに応じてる、1975年の動画がありましてね、それをちょっと見ていて、ちょっと複雑になってしまったので、自分なりに、話をしてみたいなと、まとめてみたいなと思っただけなんですよ。こちらをご覧ください。これおそらくね、ビートルズファン、ジョン・レノンのファンであれば、もうほとんどの方が見ていると思います。このね、雰囲気でインタビューやってますよね。これは1975年のトゥモローショーっていうアメリカのテレビ番組だったんですけれども、トム・スナイダーっていう人が司会で出ています。ちょっと検索すればすぐ出てきますのでわかると思います。で、まあ、この冒頭の方でですね、ジョン・レノンは、ちょっと面白いことを言ってるんですね。そのトム・スナイダーという人がですね、質問をするんですが、1964年のエド・サリバン賞とかで爆発したけれども、当時は何やってるかわからない人が多かったんじゃないかと。人気はすごいことになったけど、反発ですよね。要するに世の中であなたたちが何やってるかなんて理解できない人、理解したくもない人が多かっただろうっていう感じの質問なんですよ。で、これに対してジョン・レノンが答えてるんですが、そんなのは親の世代だろうと。ロックンロールに反対してたってことだ。いつも思っていたが、黒人音楽から来てるからだろうと。歌詞にも隠された卑猥な意味もあったからと。でも、白人の子供や、WASP ですね。まあ、これはアングロサクソンプロテスタント系白人の、まあ、エリート層みたいな当時はね、言われ方をしてたんですけれども、そういう人たちも、体を振ってクレイジーになってたと。白人ではエルビスがやり始めていたけれども、それを俺たちがさらに先に進めたってことだということで語ってるわけですね。で、俺たちは英国人だからさっていうことで白人の音楽っぽくなっちゃうよなっていう、白人らしくなっちゃうよなっていうことを言ってるわけなんですね。で、まあ、当たり前ですけども、知られたことですけれども、僕としてはちょっと世代がね、この辺にも当たるというか、多少かぶってるもんですから、60年代後半なんかはね。まあ、なんというか、今更ですけどね、ピンとくるところもあったんですよね。まあ、日本でも当然ビートルズが出た時に、最初誰も理解しないと、子供たちは理解してるけれども、大人は嫌いだという現象は当たり前にあったわけですよね。でも日本の場合は、それが黒人音楽だなんて分かってる人なんてほとんどいないわけですよ。むしろ外国の音楽と。で、外国の音楽でうるさい音楽と、長髪でね、髪の毛長くして、それからこう体をゆすってね、反抗的な音楽というぐらいで嫌ってたわけなんですよ、ほとんどね。まあ分かってた人もいましたよ、音楽に詳しい人はね。でも一握りで、あくまでもそれは黒人の音楽とかそういうことじゃなくて、ビートルズがうるさい音楽をやって、ビートルズが長髪で、でビートルズが若者の文化を乱しているみたいなね、いう見方をしたわけですよ。なので、今振り返ればですね、日本よりもやっぱりアメリカとかイギリスの方がビートルズに対する反発は根が深かったんだろうと思いますね。だってこうやって堂々とインタビュー番組で語るように、明らかに白人と黒人の根っこにある対立も背負ってたわけですよ、ビートルズはね。まあもちろんエルビスもそうだったからこそ反発も食らったんでしょうけども、さらにビートルズはそれを白人全体にもっともっと広げちゃったわけですよね。なので世界中の白人たちも、まあ僕ら黄色人種もね、含めてですけれども、知らない人たちも聞き始まっちゃったわけですよね。まあ、特に白人はそういった抵抗があったでしょう。特にアメリカはあったでしょうね。白人と黒人の今だってあるような対立があるわけですからね。まあ、ですが、ビートルズはそういうことも乗り越えていったということですよね。考えてみれば、アメリカでその当時ね、まあ、これよく言われることなんですけれども、黒人というだけで店にも入れないと。黒人というだけで仕事にもつけないと。黒人というだけで、正直な話、こう、蔑んだ目で見られると。まあ、今だってちょっと残ってますけどね。でも、当時もっとすごかったわけですよね。で、そういうところで、ビートルズが思いっきり黒人の歌を取り入れて、カバーだってやってるわけですから、それで、アメリカ社会に乗り込んでしまったと。で、アメリカの人たちは、それを、まあ、もう無防備にというか、無条件に受け入れちゃったわけですよね、子供たちはね、特に。
まあ、それは親もびっくりするでしょうね。なのでジョン・レノンのこの指摘というのは、回答というのは、やっぱり当時を当たり前に生きた台風の目の中心にいた人として正しいことを解説してるなっていうふうに思いますね。イギリスではなかったかもしれないけれども、アメリカではやっぱり強かったはずですよね。まあ、なのでジョン・レノンはアメリカに行った時に、こういうことをね、頭に置いてたかどうか分かりませんけれども、平気で B.B. キングが好きだとかマディ・ウォーターズが好きだとか言っちゃうわけですよね、アメリカのテレビ番組でね。だけどアメリカの白人たちはそれ知らないんですよね。なのでやっぱりビートルズの存在っていうのが今当たり前に、ね、なっている黒人音楽の、もうなんていうのかな、存在感っていうんですか、黒人音楽を知らない人は逆にいないぐらいで、むしろ黒人音楽に近づいてルーツに近づくと素晴らしいとかかっこいいとかいうね、風潮って白人の中にもあるじゃないですか。そういうオリジナルに近づくというんでしょうかね。まあ、むしろビートルズなんかは白人っぽくてダメだとかね言われやすいでしょ今おかしな話ですよね。ビートルズがいたからこうやって白人と黒人の垣根が取っ払われて、もっと言えばビートルズがいたから黒人音楽が世界中に広まったと言って間違いなく正しいんじゃないでしょうか。ビートルズがいなかったらば、そういう音楽は世の中に出てくるのにもっともっと時間がかかったし、もしかしたら出方が全く違ってたろうというふうに今でも思いますね。まあどうしてもこれはね、ちょっと気になってしまったので見ていてね。やっぱり日本人であるがゆえに僕も忘れがちなんですけれども、本当に今の世の中のロックとかジャズとか白人がねやってますよね、平気でね。そういう垣根を取っ払って当たり前のように黒人っぽくやってかっこいいんだよという黒人っぽくやって、それで、僕たちは楽しんでいいんだよっていうのを、もう体を張って世の中と戦って、そういう環境を作ってくれたのはビートルズだったんだっていうふうに改めて思いますね。まあ、もちろんビートルズだけじゃないですよ、絶対これは言っときますけれども、ビートルズだけではないですよ。ただビートルズが出たから一気にそれが進んだっていうことでは間違いなくあると思います。ということでちょっと振り返りたくなったので今日はこれをやりました。参考までにですね、ちょっとこれはまた余計な話なんですけども、このワスプ、アングロサクソンプロテスタント系白人、これ今ほとんど言われなくなりましたね。なんででしょうかね。まあもちろん白人と黒人の差別感があったからこういう言葉が当時あったっていうのもありますけれども、むしろもっともっと情報が出てきて僕たちは知ってきたことがあって、ワスプっていうのはあくまでも表面的なそのエリート層であって、もっともっと裏側にはアメリカ社会とか世界をも動かしている、でそれはむしろワスプじゃなくて、まあね、世の中でいうようなお金をたくさん持っている金融関係の人たちとかメディア関係の人たちなんかがこう集まる分野っていうのがあるわけですよね。でもそれはワスプとは特に関係がないので、まあ我々はどんどん知っていくと、そういった社会構造も昔と今っていうのは違って見えてるんだなっていうふうにも思いますね。はい、以上でした。失礼します。